皆さん、こんにちは。ジャンク品の修理にチャレンジしているガオガオです。今回修理するのは HP 製のノートパソコンです。電源が入らないということで、ジャンク品として出品されていたものを購入しました。 CPU は第10世代の Core i3 で、 SSD、メモリーともに付属していませんでした。状態は若干の擦り傷がありますが、全体的にはとても綺麗な状態だと思います。裏側のネジと滑り止めのゴムは一切ありません。それでは動作確認をしていきたいと思います。メモリーを取り付け、安定化電源をつなぎます。通電を示す LED が点灯しています。通電不可のジャンク品を購入したのに問題なく起動してしまいました。 SSD を取り付け、 Windows が起動するか確認します。起動したのですが、画面が暗くなったり明るくなったりする症状が発生していました。電源モードとバッテリーモードが交互に切り替わっているようです。パソコンが通電しないのであれば、コンデンサーのショートや MOSFET の故障などが考えられますが、このパソコンは普通に起動し使えているので、今回の修理はとてもハードルが高そうな気がします。画面が暗くなるタイミングで通電ランプが消灯しています。それと同時に安定化電源の電流値も0アンペアになっています。電源とバッテリーの切り替えをコントロールしている部品が故障している可能性があると思います。それではパソコンを分解し、基板の状態を確認します。基板の裏に茶色い液体がついています。匂いからしておそらく醤油でないかと思いますが、なぜ醤油が基板についているのでしょうか。食事中に誤って醤油をノートパソコンにこぼしたのでしょうか。基板の各部品に異常がないか確認です。茶色い液体が付着していたこと以外は、特にこれといって基板に異常はありませんでした。赤枠で囲った部分がコイルで、パソコンの動作に必要な電圧を生成しています。それでは、各コイルの電圧を測定します。このコイルは、電圧も安定していて問題ないように思えます。こちらのコイルも問題ないと思います。このコイルの電圧値が大きく変動しているのですが、こんなものなのでしょうか。急に 0.8V まで上がったり、急に 0.5V に降下したりと、値が不安定なのがとても気になります。このコイルには電圧がかかっていないので、負荷がかかった時にだけ動作するコイルのようです。このコイルは電圧値が安定していて問題ないと思います。
5V の電圧も安定しています。3.3V も問題なさそうです。先ほど電圧が安定していなかったラインを見ていきます。この MOSFET の出力は 0.9V まで上昇して 0.5V まで一気に下がっています。本来であれば直流電圧なので値は安定しているはずですが、こちらの MOSFET のゲートは 0.6V から 1.4V まで上昇しており、電圧値が大きく変動するのは異常だと思います。入力側も大きく変動しているので、さらに先に問題があるのかもしれません。この MOSFET の出力側の電圧が一瞬 0V になっていました。ゲートの電圧値も一瞬 0V になっていました。ゲートの電圧値が 0V ということは、MOSFET の出力を停止していることを意味しています。 MOSFET の入力側の電圧が若干安定していません。これが AC アダプターと基板がつながっている端子です。電圧値が安定せず変動しています。本来電源アダプターの電圧は一定のはず。電圧が安定しないのは MOSFET が怪しいのでは。ということで、この MOSFET を取り外し、新しい MOSFET に交換してみます。フラックスをたっぷり塗ってヒートガン400度で加熱します。古いハンダを取り除きます。電圧値が安定するようになったので、 MOSFET が原因だったと思います。新しい MOSFET はアリエクスプレスで746円でした。フラックスを塗り、ハンダペーストを使用します。表面が平らになるようにハンダを広げます。ヒートガン400度で基板を加熱しておきます。 MOSFET の足に接触不良がないように再度ハンダをします。それでは MOSFET のゲート電圧を測定します。 残念ながら交換前と同じ 0V になっていました。 交換した MOSFET は問題なかったようです。 いろいろ調べてみると、 ゲート電圧が急激に上がっている MOSFET を発見しました。 電圧が 17V と急激に上昇していました。 これは先ほどの MOSFET をコントロールしているバッテリーコントローラ用のチップです。この端子が先ほどの MOSFET とつながっていて、電圧が 17V に急激に上がっています。それでは部品を取り外します。フラックスをたっぷり塗ってヒートガンは450度で加熱しました。すみません、ヒートガンが邪魔して見えにくいですが、無事部品が取れました。
古いハンダをハンダ吸い取り線で取り除きます。この部品はアリエクスプレスで購入しました。ヒートガンは400度で加熱しました。接触不良がないようにチップの足を再度ハンダをします。イソプロピルアルコールで洗浄します。先ほど急上昇していた電圧は見事安定するようになりました。電圧がゼロになる MOSFET はどうでしょうか。こちらも電圧が安定するようになりました。もちろん MOSFET の出力側の電圧も安定しています。それでは電圧が安定するようになったので組み立てて動作確認です。無事パソコンが起動してくれました。画面が暗くなったり明るくなったりする症状は改善されていました。もちろん電源モードとバッテリーモードが交互に切り替わる症状も改善されていました。今回の修理はバッテリーをコントロールしているチップの不具合が原因でした。奇跡的に故障箇所が特定できたので良かったと思います。今回の修理はこれで終了です。ご視聴ありがとうございました。